この内容で300円です。すごい。サンラータンをいただきます。酸味が強くなくて飲みやすいですね。何気ない食堂がのクオリティがすごい、食欲そそる。ちょっとピリ辛ですね。なんだろう、この XO じゃんとか、なんでしょうね、なんかいろんなものが混じり合ってる味なんですけど、複雑な味。ホワジョウの香りがする。うまいわ。いよいよ北京ダックです。そこでやるんだね。北京ダックの部位を切り分けてますが、この部位が一番価値があるということで、ここは巻かずにシンプルになんと砂糖をつけて食べるということです。いただいてみましょう。では早速砂糖をつけていただきます。砂糖をつけて肉食べるっていうね、なかなかないですよね。結構ついてますよ。大丈夫かな。ほほほ、カリカリ、ちょっと身がないですね。もうほぼ皮のみ。いけますね。次は巻いたものを食べてみたいと思います。ちょんとね、このタレも美味しい。ちょっと甘くて濃厚ですね。很好。好吃。美味しい。请老板好，咱们的经营系的开盘好，咱们的小孩，请各位大家来这边。因为每周一、二、三、七，请各位大家尽情期待，请各位大家用餐愉快。四川料理ですね。豪華火鍋、これはすごい。いや、火鍋から地獄の汁から出てきた肉です。それにさらに唐辛子をいっぱい入れたタレをつけて、これが四川スタイルですよ。いい BGM、 いきます。なんていうのね、旨味と痛みが口にいっぱいに広がりますね。誰か誕生日なんでしょうね。お店を開けてお祝いしています。その瞬間は良くてもじわじわきますね。もう鼻水が止まらない。
明日が怖い。今だけを楽しんで、明日がね、明日ちょっと後悔するんだろうな。うん、これぞ中華料理。あ、全然いけるじゃんと思ったら時間差で来ますね。すごい、もう口の中がね、痛覚がすごい。いやー、辛いわ、口の中痛い。すごい料理ですね。